こんにちは。今日は女性限定の質問コーナーです。イエーイ。あ、です。ちょっと今日はタメ口で行きましょうっていう裏企画むずいな。タメ口で行くよ。タメ口で答えていきたいと思います。はい、ということで早速始めていきます。始まりはい、パッパッパッと答えていきたいと思います。男性限定の質問コーナーをしたんですけど、その時もすごいなんか面白かったので、今回女の子だけになったらちょっと変わるのかなっていうのも楽しみつついきたいと思います。1個目、 R さん、男の子はダメなの？今回はダメです。ダメダメ。リコちゃん、好きな女性アイドルグループありますか？私は AKB も好きなんですけど、最近はアイズワンとか TWICE とか K-POP の女の子のグループの動画とかを見るのがすごい好きです。かわいい。やばい、敬語だ。笑われて気づいた。絶対無理。ちょっと敬語ちょいちょい出るけど許してください。マヨリンさん、よく買う服はどこのブランド？私は最近ザラが多いんだけど、どこだろう、エピヌとか好きです。え、ブランドなんだろう。あ、マッシュ系、リリーブラウンとかスナイデルとかミラオーエンとか、そこら辺の服が好きです。春服はめっちゃ女の子っぽいの着てます最近。はい、次、プーアさん、彼氏がアイドル好きで嫉妬しちゃいます、どうすればいいですか？わら。え、どうすればいいですか？え、何々ちゃん超可愛いってな。確かにそれ嫌だな。私的にはアイドルとか芸能人の人とかを可愛いって言うならまだ良くないって思います。インスタとか TikTok とかで、え、この子可愛いみたいに言ってる方が嫌じゃない？わかんないけど。あ、お金を使うようになったら嫌かも。そのアイドルに対してプレゼントとか握手会とかで、その子のためにっていうので時間とかお金を割かれたらちょっと嫌って思うかもしれない。確かに言ってみましょう。一回私に時間を割こうっていう会議をしよう。はい、わかんない。はい、次、りんちゃん、ムッシーキングとラブ&ベリーどっち派でしたか？同い年なので気になります。やばい、懐かしい。私は圧倒的ラブベリー派です。女の子ラブベリーじゃないのかな。しかも私女兄弟だから、そのポケモンとかムッシーキングとか仮面ライダーとか通んなかったんだよね。ラブ&ベリーとかプリキュアとかでした。私は、私なんか定期的に見ますもん、なんか調べてラブベリーのカードで。私はラブ派でした。ラブ派かわいい。はい、次、さくらちゃん、今と昔で一番変わったところ。今と昔、変わったところなんだろう。なんか高校の時の友達によく言われるのは、自分の思ったこととか話したいことバーってすぐ喋っちゃうから、私はそれがなくなって大人になったねって言われるけど、服の好みとかは多分昔からずっと変わんないです。私はリズリサとかがすごい好きで、中学生ぐらいの時フリフリの可愛い洋服とかがすごい好きで、お姫様みたいな白とかピンクがめっちゃ好きだったんですけど、大人っぽくなるために他のも着ようって思うけど、テンション上がるのはピンクとか白着た時だから、やっぱそういうのは変わらないんだなって思います。次、女性タレントさんの中で一番好き。ありがとうございます。質問、上京して一人暮らしを考えています。一人暮らしをしていて必要なもの、いらないものを教えてほしいです。白を基調とした女の子らしいお部屋にしたいのですが、どんな家具にしようかも迷っています。何かアドバイスがあったら教えてほしいです。すごい、頑張って。一人暮らしってめっちゃ楽しいですよね。自分の部屋の空間作るのも楽しいけど、もうお家全体ってなったらもう好きな感じにできるから、もうめっちゃワクワクする。私は前までは白とピンクばっかだったんですけど、最近白とミントっぽい色とかブルーとかが多くなって、なんだろう、でも白一番簡単な気がする。初心者向けな気がする。私は16歳ぐらいの時に選んだ家具を今も使ってるんですけど、ロマプリみたいなサイトがあって、そこでね家具をね全部揃えました。私はでもピンクとかちょっと入ってるとやっぱなんかラブリーすぎちゃうかなと思って、基本的に真っ白な家具に、そのベッドカバーとかカーテンとかカーペットとか、気分が変わったらちょっと変えれるもので色を足そうと思ってて、棚とかテレビ台とかソファーとかベッド系は全部白にしました。私はめっちゃテンション上がる、帰ってきて。白いから私的にはだけど綺麗にしないとって思うから、すごいねおすすめです。本当に白で、必要なもの、必要なものなんだろう。一番最初に本当に必要なのはあれじゃないですか、ないと困るのはシャンプーとかタオルとか歯ブラシとか
コップとか、ある程度暮らしが充実したら私は匂い系は必要だなって思います。自分のお家帰ってきたみたいな安心できる匂いを探して、その靴の棚の中には消臭の何にも匂いしないやつ入れて、リビングは同じ匂いの置いときたいから大きめなやつ置いたりとか、お風呂のところは爽やかな匂い置いたりとか、そういうのがすごい楽しいから、コレクター癖がある人はめっちゃ楽しいと思う。一人暮らし、いらないもの、あといらないものは何だろう。私は結構物少ないタイプの人間なので、いらないものあったらすぐ捨てるんですけど、横島愛理ちゃんのお家は私自分の実家より最近いる時間が多い気がして、愛理の家を勝手にめちゃくちゃ住みやすい環境に作り上げました。すごいですよ本当に。ゴミ袋10袋分ぐらい出ましたもん、一晩で。ちょい潔癖なんですよね私多分。はい、そんな感じです。いらないもの、いるものと何でしたっけ。どんな確認しようかはロマプリですね。次、めっちゃ長くなっちゃった。りんちゃん、写真集第2弾を出すとしたらどういうコンセプトがいい。あと、これは密かな願望やねんけど、女の子向けのファッションブックみたいなのも出してほしいです。第2弾を出すとしたら何したいかな。自分のスタイルブックとかだと自分の私服とか、こういうメイクでこういうカットでもう全部構成も決めてみたいな。私全然自分のセンスに自信がないので、いつも服買う時とかも人がいいって思った方にしようとか、髪型とかメイクとかもこだわりないわけじゃないけど、人がこっちのがいいよって思う方にしようって思ってるので、誰かにプロデュースとかしてもらいたいですね。第2弾出したいですね。あとはファッションブック、ファッションブック私絶対できない。それこそ私服とかですもんね。インスタとか SNS で載せてる以上のことを発信できる気がしない、その本の中で。これからいろいろ勉強したいと思います、メイクとかも。次、あずみちゃん、春から JK で友達ができるか不安なんだけど、初めて会った人と話す時とかに意識してることはある。 JK、 春から JK、 中学生だじゃん。素敵。初めて会った人と話す時に意識してること、私人見知りはあんましないんですけど、探り探りで行くよりは自分の話を先にしちゃった方が相手も話しやすいのかなって思いますね。初めましての時はだからちょっといつもよりテンション高めかもしれないです。はい、頑張って、いいな、楽しんでください。次、みゆちゃん、ななちゃんが毎日欠かさずすること。欠かさずすること、なんだろう。最近は20歳になって自分の体をいたわろうと思って体温を測ってます。あとは日記を書くとか、気が向いた時に日記書いてます。学生辞めてからノートにペンで文字を書くってことがなくて、なんか私文字書くのすごい好きなので、あと忘れっぽいのもあるので、その時の自分の感情をバーってもう誰にも見せないよと思っていっぱい書いてますね。それぐらいかな。次、リオミニオンさん、おすすめのシャンプー教えて。おすすめのシャンプー、なんだろう。私黒髪とかにした時は志摩っていう美容院行ってるんですけど、そこでもらったカラーが落ちにくくなるシャンプーとか使うんですけど、そういうのじゃない時はもう適当に薬局で買ったやつ使ってます。私こだわりはあんまないかもしれないです。はい、次、つーみんちゃん、ナーニャがシンプルにこの子の顔が好きって女の子かっこ最新版が知りたいです。最新版、確かに私 AKB の時よくもう顔が好きみたいな子を見つけてよく言ってたんですけど、最新版、写真集とかも見るけど、ただなんか趣味でインスタに載せてる子とかの顔を見るのも好きなので、めっちゃいるけど最新版言ったことない人。あ、私鈴木愛理さんの顔もめっちゃ好きです。これは言ったことない多分。はい、インスタも YouTube もめっちゃ見てます私。可愛いになりたい。いっぱいいるからちょっとやめます。選べなかった。次、みつぐーじさん、おすすめの髪色。髪色なんだろう。夏とかは私はなんか明るい色より黒髪にしたくなります。なんか明るい色にすると肌がちょっと焼けた時に目立つっていう個人的な、だからなんか冬の方が髪明るくしたくなるな最近は。黒髪の女の子が好きかも個人的に。黒髪で。はい、ひなちゃん、乃木坂の推しメンは。乃木坂さん全然わかんないっていうか、みんな可愛い。一回乃木坂 AKB っていうカップスプリング曲かなんかの時に AKB と乃木坂のメンバーが一緒になって楽曲を歌うっていう、混ざり合うものっていう曲があるんですけど、その MV の時に初めて乃木坂さんとちゃんとお会いして、やっぱり白石麻衣さんは本当に美しいなって思いました。この間なんかカメラホルダーを見返してたら、そのツーショットが出てきて、懐かしい、めちゃくちゃ美しいってなって、白石麻衣さん
次、夏木ちゃん。奈々ちゃん的女子力あるなって思う子はどんな子？女子力あるな、なんだろう、いつもいい香りがする人、女子力あるなって思います。次、H ちゃん。アイズワンは好きですか？めっちゃ好きです。アイズワンはゆりちゃんが好きです、私。次、泉ちゃん。小さい頃はどんな子だった？写真見たい。小さい頃はもうめっちゃやんちゃで膝に傷が絶えなかったですちっちゃい頃ってどれぐらいちっちゃい頃？ディズニーの写真がある。じゃん、見えてますか？マリーちゃんめっちゃ好きで、これつけて全部の写真、この全部猫のポーズしてるんですよ。ほらウインクしてるこの間なんかその成人式行った後に、まあ、思い出振り返ろうと思って小学校の時のアルバムを見てて、それの写真を撮ったんですよ。すごいよ、 AKB の衣装みたいな服着てるもん、この時から。赤チェックのワンピース見えんのか、懐かしくてめっちゃ撮った。私これも小学校何年生だろう、5年6年ぐらいの時の写真で、はいです。次、ズズズズズズさん。これならまだ飲める方っていうお酒は？カルアミルク飲めました。動画でお酒飲み比べしてみたっていう動画があるのでぜひ見てください。カルアミルクめっちゃ美味しかったです。でもプライベートで飲むことはほぼほぼないですね。はい、次、ゆみちゃん。自分の似合う系統の服がよくわからないんだけど、服を見てて可愛いと思ったら買ってたりするんだけど、かっこ私に似合うかは置いといて。ナーニャは、あ、これ可愛いと思う服を買う？それともナーニャはこんな服が似合うからって服を買ったりしてる？洋服選びのポイントを教えてください。え、どっちもある。私の好きな女の子のタイプで言うと、めっちゃ可愛い顔の子がスポーティー系の服を着てるのがすごい好きなので、自分もそういうちょっとボーイッシュなパーカーにパンツみたいな、ちょっと憧れるからそういうのも買う時もあるけど、やっぱり自分の顔に合う服を着た時の方がテンション上がる気がする。でも服見てて可愛いって思ったら買いたくなりません？どうなんだろう、好きな服を着たらいいと思う。はい、次、なあさん。使ってる香水を教えてほしいです。私はバッグの中身紹介とかで多分言ってると思うんですけど、白のピオニーの香り使ってます。私練り香水使ってるんですけど、ピオニーの香り廃盤になった気がする、確かです。それがなくなるまで使いたいと思います。次、はるなちゃん。パルルの好きなところは？ヤーパル大好きです。え、言われたことない、全然。めちゃくちゃまれにいる。ありがとうございます。私もパルルさん大好き。パルルさんの好きなところ、洋服が何でも似合うところ、おしゃれなところ、かっこいいなって思います。憧れです、すごく。次、ズズズさん。美容院に行く頻度はどのくらい？月に1回は多分必ず行ってます。カラーをしに行くのが多いですね。急にお仕事で黒髪にしないといけなくなっちゃったって時は2週間ぐらいで行ったりもするけど、定期的に行くのは1ヶ月に1回ぐらいです。次、ビレイちゃん。足ってどうやったら痩せるの？足ってどうやって痩せるんだろう。足は運動じゃないと痩せないのかなって思います。わかんない、どうなんだろう。私はダンスしてる時も痩せてたけど、それより前のバスケしてる時がやっぱ一番痩せてたから、走ったりとか筋肉つけた方が痩せやすいかなって思います。筋肉つけたくない人はマッサージとかなのかな。次、あみこちゃん。おすすめのカフェありますか？おすすめのカフェは、写真撮ったりするならロータス、表参道にある有名なカフェ。ロータスってとこのケーキがめっちゃ可愛いですよ。あとはラデュレ、めっちゃ可愛いケーキあります。はい、次、ピースちゃん。アイドルの経験が今の女優としてのナナちゃんにつながったりすることはありますか？めっちゃあります。めっちゃある、すごくあります、たくさん。次、みゆももちゃん。ナナちゃんいつも裸眼ですか？もしカラコン入れてたらおすすめのカラコン教えてほしいです。私基本的にいつも裸眼です。カラコンつけたことあるのはカラコンの撮影の時と中学生ぐらいの時に数回くらいかな。ほぼつけたことないです。あとハロウィンの時ぐらいかな。でもカラコン私もしてみたいんですけど、なんか一回やったらやめらんなそうで怖い。あ、めっちゃいいじゃんってなっちゃったらちょっと怖いなって思ってつけてないです。いつも裸眼です。はい、ほのかちゃん。ななちゃんは学生時代どんな女の子だった？学生時代、もう小学校中学校高校で多分全然変わってます。私小学校の時はもうそれこそ走り回って鬼ごっこして外で遊びたいみたいな、休み時間になったらもう外行こうみたいな感じの女子でした。中学校の時は男の人とあんまり話すことがなくて、小学校と中学校でこんなに男の子って変わるんだと思って、苦手意識じゃないけどえっていうびっくりしちゃって、多分女の子とずっと一緒にいましたね。少人数で 2,3 人で仲いい子とずっといました。中学校の記憶あんまなくて、友達に静かだったよねみたいな聞いたら、全然運動会
会の応援団とかやってたよって言われてめっちゃ張り切ってたらしい。そういう運動会系とかそのイベントごとはすっごい張り切ってたらしいです。高校はめっちゃ静かでした。学校でなんか高校のキャラ設定間違えないように行こうと思って入ってすぐめっちゃ静かなキャラでこうやって静かにいてなんか服かわいいねみたいな言われてもあありがとうみたいな感じで言ってたら友達ができませんでしたちょっとキャラ設定ミスって3年間ちょっと友達増えなかったですね。あんまりです。友達100人できませんでした。キャラ設定ミスったな。次 KNNN ちゃん、リピートしてるカフェ教えてほしい。リピートしてるカフェどこだろう。友達と集まろうってなったら表参道か渋谷とかが多くて、あれかな、渋谷のツタヤの8階7階とかにあるワイルド東京みたいなカフェがよく行きます。駅近だから行きやすいから。でもなんかそこでは本当に友達と話しに行くだけって感じなので、うん、写真インスタ映えとかいうのだったら違うかもしれないです。でもよく行きます。次ちさとちゃん、アイロンは何のメーカー使ってますか。サロニア使ってます。私はサロニアのコテとストレートアイロン使ってます。次あずみちゃん、ななちゃんのおすすめの前髪の巻き方を教えてください。私はすごいクセっ毛なんで朝起きたら一回根元をバーって水で濡らして乾かしてクセをなくしてからストレートアイロンで巻いてるんですけど、でも基本的にめんどくさがりなんでこれぐらいの前髪の長さを保ちたいんですけど、巻かなくても済む長さ、乾かしてそのままみたいな。でも伸びた時はストレートアイロンでピッてやってます。あとカーラーとか。りんちゃん、ななちゃんの持ってる女の子の写真集で一番のおすすめなのは。迷うな、誰だろう。一番決めらんない、決められません、困る、決められません。次さやかちゃん、もし一つしか残せないってなったらこれを残すってくらいおすすめのリップとかある。最近結局何がいいのか分かんなくて瞑想中。すごいこの質問の仕方。なんかもしこれ一つしか残せないってなったら残すリップ、オペラかな。オペラのリップティーンとかもしれないです。潤うし発色いいし色持ちいいしかな、迷うけどオペラで。はい、かりん茶さん、やってみたいイベントは。やってみたいイベント、なんだろう、お茶会みたいなお茶会みたいなしてみたいです。一つのカフェ貸し切ってそこのケーキとお茶飲みながら女子トークみたいなしてみたい。ここを何人何人何人で座って私が目の前で喋るっていうより大きい机でみんなでちょっとワイワイ話すぐらいの少人数イベントしたい女性限定とかやってみたい。はい、次あずみちゃん、最近気になっている狙ってるコスメとかスキンケア用品はある。スキンケア用品狙ってる、私次スキンケアなくなったら買おうって思ってるのがハクスリー、オーガニックのスキンケアなんかいいらしくて、ハクスリー次ちょっと使ってみようって思ってます。グラブウォーターっていうオイル美容液がいいらしくて、これをちょっと使ってみたいなって思います。なんかお風呂上がりとかちょっと乾燥したなって時にシュシュシュってやるオイルミストが有名らしいです。次スキンケアなくなったら使ってみようって思ってます。とコスメはグロッシア、これグロッシアっていうリップオイル、グロスみたいなものなんですけど、これも撮影の時にメイクさんに使ってもらってすっごい良かったので使ってみたいなってくらいかな。あとは春とか夏はカラーライナー使ってみたいなって思います。いつもピンクとかしか使ったことないから、白とか水色とか黄色とか夏っぽいのとかやってみたいなって思いますね。はい、次かのんちゃん、気合い入れる日のメイクのポイント。気合い入れる日、気合い入れる、お仕事の気合い入れる日はなるべく全ていつもの数倍増しぐらい濃くしてます。今日も結構濃いんですけど薄く見えるので、テレビとか YouTube とかこういう撮影系のお仕事の時は映像は結構濃くするのを気をつけてます。プライベートで気合い入れる日は今日写真撮ろうとか久々に会うからなんか気合い入れようっていう日は肌かな。女の子だけでなんか集まろうってなったら肌重視します。私はいかに肌を綺麗に見せれるかファンデーションめっちゃ時間かかりますかな。ですね、楽しかった。やっぱ違う、男の人とは。またコスメとかリップとか、あと年齢が若いのかな、女の子の方が。なんか学生さんの質問が多い気がした、とか同年代とか。面白い、ちょっと楽しかったです。ちょっと どうだったかな、面白かったですか。ぜひちょっとコメント欄に感想とか、またなんかやってほしいっていうのがあったらぜひ書いてください。楽しかったです、すごく。またやりたいと思います。今日の動画も見ていただいてありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。おしまい、バイバーイ。